新たな人生の門出を迎えられました新成人の皆さん本日は誠におめでとうございます国分寺市議会議長の田中正義です本日は市議会からもお祝いに議員が駆けつけておりますが代表して一言申し上げたいと思いますまず本日このような式典をの開催を迎えられたのは実行委員の皆さんそして関係職員の皆さんをはじめ 多くの方々のご協力があってのことだと思います心より感謝申し上げますさて新型コロナウイルスについては皆さんご承知の通りですまだまだ予断を許さない状況であります一人一人が取れる対策をしっかり取って感染を広げない努力をみんなで行っていくことが重要だと思いますこれからもみんなで取り組んでまいりましょう このような状況の中にあっても常に求められているのは皆さんのような若い人たちの積極的な社会参加であり新しい時代を築いていくための想像力であります社会を構成する一員として自らの考えや意思をしっかりと持ち行動することが求められます先輩方の知恵や技術を しっかりと吸収して、ぜひさまざまなことに挑戦してほしいと思います。結びにこれまで皆さんを支えてこられたご家族の皆様、また地域の方々をはじめ関係されるすべての方々への感謝を忘れずに、国分寺、市日本、そして世界で。 活躍する大きな力となっていただきますことを心より記念いたしまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます本日は誠におめでとうございます。